文春法炸裂ということで何かというとですね現在、自民党最大派閥の安倍派こちらをですね揺るがしまくっている、えー、パーティー券裏金問題こちらに関してですね、えー、文春があの記事を出しました。それは何かとというと 安倍派隠しパーケンの3悪人元文部副大臣 <laughs> 議長の孫メダリストーということで、えー、これはですねあのおそらく黒澤明監督の隠し砦の3悪人を、まあ、あのフューチャーしてるんだろうけど、えー、だいぶ古いよその映画って思うんですがまあやはりあのトップは池田義高さんなのかなっていうのも含めてですね萩生田の射程ですよ。いやこれはでもねあのもう常態化していて、えー、いくらでもねもういいんだと。 裏金なんか作ってやると、文句あんのかと、こっちそらね、安倍派やと、はっはははっていう感じでですね、なんか、あのー、平家にあらずは人にあらずみたいな感じで、自民党にあらずは政治家にあらず、カッカッカみたいな、お前な、そのうちえらい目に遭うぞというふうに思っていたら、なんか今回はかなり、えー、まあ、検察も本気で、えー、現在ですね、あのー、なんと、もう安倍派の秘書たちを任意聴取していると。 いいう状況にまでなっていて、うん、で秘書が任意聴取するというところまで来るとですねこれ誰か逮捕者がこう出るだろうというところまで、うん、まあだいぶ迫ってきていてです、ね、でこういうふうに清和政策研究会安倍派のうんたらかんたらとかっていってこれ資料がどんどん出てるじゃないですか黒塗りで,、うん、で。これどっから出てるかって検察だよ検察から出てるんだって。<laughs> いや、こう、これ、だから、検察がリークするときっていうのは、まあ、あの、うちの番組見てる人たちってね、えー、おそらくこの番組を見てる人たちで、自民党ザーイって言う人、まあ、少ないと思うんですけど、ね。 あのコメント欄があれそうなんですけど自民党なんて別にねあのクソみたいな政党なんだよってね言っているでそして本間さんのようにですね選挙権をもらってから自民党には一度も投票したことがないとそういうような人はなんと少数派なんですねはいなんですよなのでやっぱなんだかんだ言っても自民党って政党支持率でいうと3 4 0パーありますからこの検察がね何かしらこうやって自民党の大きく何か人を 逮捕するとかってなると、やっぱ世論を動かさないとダメなんですよ。なので、せっせせっせとですね、おそらくあーのー自民党の関係のね、いや、今ね、安倍派議員の秘書にね、任意聴取もしてるからとかっていう情報をマスコミにリークして、いっぱい載せてねーとかっていうふうにやって、いや、もう、あのー、だいぶやばい状況になってまいりました。うん いうわけで、えー、ずっとやばいんじゃないかいやこれはもういくらなんでも検察としてもですね目に余るとあとまあ、うん、安倍さんももういないしあと菅怖い菅義偉ももういないしであと杉田和弘官房副長官っていうのがね警察上がりでいたけどまあそれももういないしというわけでだいぶあのもうやばいとまあ、そういう感じなんでしょうね まあ重しが取れたっていうことでね、うん、もうまさにさ声おけの蓋が取れたっていう感じでね汚ねえな<う>汚ねえな, <laughs> ねえな <laughs> さっき声しけ<の>声だめ声やしくて長いこと分かる話したからかも無理やり声だめでやらなくていいから <laughs> いやでもほら俺たちさ、うん、あの菅政権ができた時に言ってたじゃん、うん、だから安倍のさ、うん 安倍時代に作っちゃった声だめの蓋を菅が一生懸命さ押さえてるんだとこれはって話してたじゃないよそういえばさ菅がやめるともう蓋が外れて何が出てくるんだろうなって言ってたら2年たってこれが出てきたわけだそうね結局ね結局ねで岸田じゃあ蓋を押さえきれなかったってわけよ押さえきれませんでした

いやかかとくせえ取れないよーっつって「はいお前逮捕!」っていう感じです小林少年が歩いてるんですよ<の>今この歌もすごいしさああそしてね小林少年と、うん、イボジ小五郎だよ <laughs> まあいいよやめときましょう <laughs> まあちゅうわけでですね <laughs> あの阿部さんが作った「きったね声だめ」ねでそれを菅さんが「ふん」って締めてて <laughs> え俺を下ろすの引きずり下ろすのいいのっていうふうに言って降りて岸田さんがこれ、俺ならこれ止めるとかやるならーっていやもう、<え>でもこれはもうねあの、安倍晋三、そして菅義偉の頃から、もうずっともういい加減にしろっていうふうに思われていた部分が爆発するタイミングですよ。うん、そうだねねまあ、結局、ね、マジレスするとさ、うん その安倍派のその権政10年間の中で、うん、まあやつらが好き放題やるようになっちゃって、うん、ねそのパーティー券、うん、パー券を売って、えー、広く薄く企業から金を集めればいいやっていうところから始めたのに、うん、結局さやっぱ安倍派がその一番パー券当然売るわけだ、うん、そりゃ 首相派閥だったわけです、うん、でみんなさ首相派閥のパーティーってなりゃさ、うん、なんかおこんぼりが落ちてるかもと思ってさあわーって集まってくるわけじゃない、うん、何も落ちちゃいねえけどさそこに集まる、うん、で結局そこに集まる人があまりにも多かったんで、うん、あパー系ンなんか楽に売れるなと、うん、500万って言われたけど800万集まっちゃったよっていうでしかも何 多く集めて300万円懐に入れていいんですかありがとうございますってもうどんどんやっちゃったんだよ。そう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 いうことだと思うんだ俺。<お>あのー、これがさじゃあ例えばだけど野党政治家だったらそんな集まんないからね。うん、あのー、誰かから俺聞かれたんだよね「いや野党もやってんじゃないの?」っていうか「いやいや野党もやってますよ。うん、野党も政治家のパーティーなんてもちろんやってるよ。うんうん、だけど集まる人数の結果が違うし。うん そもそもやれるホテルだって、なんか地方のなんとかなんとかホテルで誰も知らないようなホテルの会議室でやってんだよ。うん、言っちゃ悪いけど。あ、また、あまあ、会議室じゃねえか。まあ結婚式場とかぐらいのね、はい、広さではやるけど、たかだか100人とか200人とか、まあ、そんなレベルですよ、うん、集まったらって。野党だもんだって。だけど、ね、この写真いっぱいあるけどさ、うん、与党のパーティーって言ったら、お前、 もうなんか、飯がどこにあるんだかわかんねえじゃねえかって、人の頭しか映ってないみたいな写真いっぱいあるでしょまあ、あの、この動画の中でもね。出てくるよ、ね、出てくるけど、えー、このあたりです。ちょっと、あの、見ていただこんな感じ。うん、<laughs> てか、飯どこにあんのこれ。ないじゃん。これは、こういうパーティーだったらもう飯なんかな <laughs> あの、立食パーティーでね、よくあるけどね。うんうん でもほとんどないよね。いっぱい来たはるなぁ。<は>今、金山さつきがいたの見えた<や>特徴的だからすぐ分かった。<laughs> <laughs> あ。もう本当さ、こういうので、おそらくそういう、つまり、安倍派で金が集まりすぎちゃって、うん じゃあ、それでもうパー,ケパーティー兼パーーティーにこう記載するのもめんどくさくなったっていうんで、キックバックやるようになって、うん、おい、キックバックとかするんだったら最初から申告しなきゃええやんっていう話になってったんだって。当然、ばれないばれない多分。多分そういうことだと思うんだ俺これは。うん、うん、でしかも、あの,あの結構ね重要なのが、東京地検特捜部はね。 まあ、例えばこれ日テるとかでも言ってることなんだけども臨時国会閉会後議員本人に対して一斉に聴取開始って書いてあるんですよ。うん、いやこれはもう誰か逮捕者でますよこれはうん、うん。まあこれさ <laughs> タイミングがまたいい、うん、いいっていうのはちゃんと選んでやってるのかもしれないかうん、うん、要するに臨時国会がもうあとえっ、ー、と今日がもう1かとかあと1週間ぐらいで終わるわけだ13日とかで。 えとですね正確には衆議院のホームページ見ると、第212回臨時会は、ですね令和5年10月20日にスタートして、会期は55日なので、だからやっぱり、来週か再来週ぐらいにはも,もちろん終わる。はい、で、国会がさ、空いてる間はさ、不逮捕特権っていうのがあるからね、<laughs> めんどくさいわけだ、うん、逮捕したい場合はね。 だから閉会後、まあ、あと国会が開いてる間は国会開会中だからって言って執刀に応じないとかもちろんそういう面、ね、倒くささもある。だけど国会が閉じてしまえば、うん、2意で話を聞くのも簡単になる。と、うん、いうことでまあ今年はあれですね東京地検はあれだね年末年始ないね。 あの皆さんお忘れかもしれませんけど一番最初に東京地検が動いてうちのチャンネルで今年の初め一番取り上げていたのは三浦瑠麗の旦那さんの話です。でそれで「うわあななや何なや何やこれは」っていうふうに言うてたらついに電通に入りましたっていう感じであのオリンピック間隔で「うわ」っていうふうになって、えー、でさらにあの統一教会問題とかいろんなことがあってふう。 そろそろしますだなっって思って思たらおこっち忙しいうですね,、まあ、忙しですね東京地検特部一応ちなみにね国会議員の不逮捕特権これそんな何なんで特権があるんだというふうに思うかもしれないけどこれは一応ですね昔は日本国政府が政府側が自分に対して反対する議員っていうのをね、まあ、例えば野党ですよねそういう野党議員を 権力を使ってて逮捕して、ね、でそして、まあ、あの政治活動を邪魔するそういう歴史的な背景があったからそれはよくないよね <laughs> っていうことになってるんですはね本来は、ね。来は <laughs> でもなんかもう最近はそこまで政府に噛みつくもう政府があいつ無理やりでも逮捕しろとかって言うほどの野党政治家もいなければなんか完全になんかあのただの不逮捕特権は ただの特権になってしまったっていう。なんか不逮捕特権っていうとさ、うん、なんかその捜査から逃れるための特別な手段みたいに聞こえるかもしれないけど、うん、<laughs> 設立趣旨は全く別だってから。全然,全然違いますからね。<laughs> 全然違います、ね。全く別な話だから。本当 <laughs> ね、これはちょっとやっぱり安倍派、安倍派もうもちろん安倍派だけじゃないけど安倍派が中心なんだけども。うん、うん やっぱちょっとさ、これ、あれだよね。松野の官房長官とかもさ、うん、もう、あれ、記者会見でずっと聞かれてるけど、もうひたすらさ、うん、答えねえ答えねえって言ってるけど、うんうん、やっぱちょっとこう、もうなんか、あのー、まあ、じったじっていうかさ、 何を口を開いたらやばい、いいのか悪いのかもわからないみたいなさ。でしかもあの塩谷龍さん、安倍派の座長は、聞結こ変わったよっていうふうに言って、5時間後にないっていうふうに撤回してるっていう。ちなみにこれが、あの検察があの逮捕できたら、大金星の殺人でも俺、官房長官までやらないと思うんですよ。 いやーでもなんかさ、なんか待つのが一番なんか変だよね。まあ一番変ですね。まあ、まああれか、でもまあやっぱり官房長官で毎日さ、あのー、記者会見やんなきゃなんないから、うん、一番その露出度が高いんだよね、結局ね。うん。でも、キックバックはあったんですかって言ってさ、うん、なかったんだろうないって言うじゃん。うん、えー、松野官房長官が、まあこれテーラーさんのニュースでもあるんですけど、記者が質問してるんです。うん 安倍派人は数十人規模のキックバックを受けていたとも報じられています長官自身はキックバックを受けていたのでしょうか松野官房長官いかがですか、うん、っていうふうにまあこれね松野官房長官この日韓現代が悪そうな写真を用意しておりますが、えー、松野官房長官一番左側の人 松野官房長官、この場は政府の立場としてお答えをしているという認識であります。今後、それぞれの団体において事実関係を確認し、必要な対応がなされるものと考えています。で、記者がですね、この場は政府の説明だったとしても、今後改めて事務総長として別個に会見ですとか、説明の機会を求められる考えはありますでしょうか。追い詰めてるわけですよ、うん、でそれに対して松野官房長官ね、あのー、なんていうか、はい、この人ですよ、官房長官。 各政治団体において事実関係の確認を進めるということでございますので、えー、その確認状況に関して適切に対応していきたいと思います。いやいや、お前のこと聞いてるんだよっていう。何言ってるか分かんねえよ、お前ってはい、なので、えー、なんとですね、この,この3人がですね、まあえー、この3人というのは松野官房長官含めて、一番左から松野官房長官。 ええー、真ん中の眠そうな顔をしているのが、あのベトナム疑惑のある西村光年さん。で、一番右側がパンツさん。ですよね。うん、すみません、間違いました。えっと、高木剛さんです。パンツさんじゃありません。うん、はい。原子力利権万歳の高木剛さん。ンツ <laughs> いや、だったから、それプロレスラーみたいだから。パンツ高木ー。みたいな感じ。赤い子ー。みたいな感じだ。<laughs> 違う、違う、違う。<laughs> え、違うの。違う。 <laughs> しかも正確には別にえー、っとまあいいやもうパンツの話もねもうパンツネタももう何十回も使ってるから飽きた俺はで、まあこの3人があのー、東京地検特捜部事務総長経験者の任意のね事情聴取をしているということでこの3人はもしかしたらもう聞かれてるかもしれないようん、うん、まあだけどさ、うん この場は政府のうんちゃらっていう前に、待つの、あんたキックバック受けたことあんのかって言われてさ、うん、ないんならないって言えばいいんだけど、うん、それも言えないっていうさ。もう何がキックバックなのか何なのか分かんなくなってるじゃないですか。っていうか、やっぱりもらってるって考えた方がいいかもね。いや、まあそうだけな。<に>うん。そういうふうに、だって、いや、<laughs> 我々がね、決めつけて、えー、しまっているのは、あの決めつけじゃないんですよ。 松野官房長官が否定をされないので、うん、否定されないというのであればもしかしたらもらっちゃってるんですかっていうふうに国民が疑念を抱いてしまってるわけですよ、うん、なのでこれはやはりですね疑念を晴らすために私はもらっておりませんとぜひ言っていただきたいとひと言そう言え,いいん言えばいいんですよもらってないなら言えばいいだけなんですよもらってませんって うん、でももらってるから言えないわけよいやいやいやもららってるから言えないのかそれともなんかあの日本語としての認識がちょっとできてないだけなのか分かりませんがいや言ってくださいよ、うん、松田官房長官もらってませんっていうのもらってるわけないですよね官 <laughs> <laughs> 官房長官ともあの方が、うん、っていうふうに、うん、見られちゃうじゃん。まあこの3人の中だとさ、うん、<laughs> 誰かスケップゴードを出さなきゃならんと。うん ってなったらやっぱりはやっぱりみんな大好きパンツ高木っていうことになるんだろうないやそうだと思うよ俺は <laughs> やっぱ松野はさ俺官房長官だから今捕まらなきゃいかないんだよだって官房長官とあとこの真ん中の西村は年、ね、経済産業大臣じゃんうんやっぱ政府側だからっていうか西村が経済産業大臣ってのも日本の経済終わりだからもうまあねそれであのー、この高木剛は あのー、自民党の国会対策委員長なんで政府の役職にはついておりませんねだから一番首差し出しやすいじゃん、はいうん、ちょうどいいじゃんちょうどようやくさ、うん、何十年か前の遺婚で、うんね、何十年か前はほらパンツ盗んだっつって警察官にも言われたのに、うん、逮捕は免れてるわけ、ね、だろいいいじゃないかもうこの際何十年かぶりにこの何ていうか 何十年越しに逮捕うんいやあのさすがにパンツ盗んだらもう時効だと思いますけど元気のパンツじゃないけどそしてあれはあの福井県警です <laughs> 今回絶対関係ないから東京地検なんで関係ないけど、はいうん、関係ないけどまあいいじゃん何十年ぶりかにさ、うん、やっぱり悪いことしなうさ 何十年かね経ってやっぱり戻ってくるんだよ。うん、っていうことで、うん、高木先生ご出場さんですって決めつけて,てちょっとあのお勤め行ってらっしゃいませと。うん。まあね金額にもよるけれども、うん、どうなんだろうねこれ金額によるのかなこの例えば実刑食らうか。 まあ、えあれなのか執行猶予になるのかとかね。国民世論のこのどれだけ熱が帯びるかっていうことじゃないですか。今一生懸命検察リークしてるから。盛り上げて盛り上げて、うん、って。今一生懸命やってるじゃん、うちらも。うん、って。誤秘を消さないように。 いやまあすごいよね。うん、まあでも、本当はとにかくよく考えるよねっていうね。でもあの、なんでこうなっちゃったかっていうと、さっき俺が言ったんだと、うん、言った通りだと思うよ。うんうん、安倍派で権政振るって、パーティーやるんで、うん、でもパーケン売るのもあの、政権与党プラス首相派閥っていうことで、わりと楽勝でパーケンさばいてきたと。 じゃあこれどうしようと思って、え、キックバックする前に、もう、とにかく申告もしないで全部もらっちゃえばいいやんみたいになっちゃったんじゃないかなって気がする、すごく。うん。えー、占領という言葉がございまして。千両千両。千両万両の <laughs> いや、あの、選ばれるに、<laughs> あの、良質の量で。 民から選ばれたあの人たちという意味で占領かつて第一子要するに国会議員のこと指すんですけど、うん、占領じゃなくても戦汚染北で <laughs> やつ選ぶってなってるこ <laughs> いやもう死後やんねあもう占領は死後ですまたは主戦のの戦ああそっちですね銭集めのは容易すないでうに銭漁ってやつないや あの、ね、税に集めるのも私商人なんて言いますけど価値あるものを売ってお金をもらうこれはいいことですようん、うん、それもう何でも,だよ、ね、もう30年間日本経済停滞させる先般のねパーケン集めていーいでもそれだと言う味もないからああも,もう,あーもういやこれはでもんまあでもさ本当 あのこれはこれで、本当やばい感じだよね、うん、久々に来たでかい玉で。うん、でしかも、の岸田首相が謎の、えー、自民全派閥政治資金パーティー自粛って言っいか<や>ら、ああれなんだよ、年末年始はほら、パーティー開く機会が多いわけだからさ、うん、当然。まあそうね、うん、だから、まあ一応、あらゆるパーティーをとにかく一旦中止しろっていうね。 まあそうせざるを得ないどこに裏金転がってるかわかんねえからなっつって。うんでどうするかと検察が何をしたいのかっていうのを見,見極めるために今日なんかみんなで集まって会議やるとかって言ってるわけでしょ。う だからこっちから誰だ誰差し出しゃいいんだよなパンツかって <laughs> パンツなのか誰なのかって言います今日はね午後はそういう会にまあ多分そうだろうね、うん、そうそうまあそういうことになっちゃういやででも岸田も結局さ、うん、自分の例のあの統一教会との面会話もさ火吹いちゃってさあれはねやっぱりね やっぱり何人かねあの人はずれていて、うん、いや会いましたよって言えばいいだけの話なんだよね。一番最初言うんだよ。今言ったってもうダメだよ。うん、今言ってもダメよ。うん、だって今はさ、うん、あ写真一緒写ってるけど誰だか全く知りませんって、うん、言っちゃった後にはもう聞かない。うんうん、あの話が朝日新聞から えっとその統一教会のなんとかっていう人も同席してましょうって言われたあそういえば同席してましたと」と、うん、でもその時はそういう意識がありませんでしたといやばよかったわけよいやだから今、えー、っと問題になってるのは統一教会と万博,、えー、万博でさらにそこに裏金問題っていう、うんうん、結構な三重苦だよねそうだよだから岸田政権にとってはさ えーっと10日前後ぐらいにほら各社のさ、うん、世論調査がまた上がってくるじゃん,うん、うん、ものすごいタイミングだよねこれねいやそこでですよ本間さんねの正直なねあの議員さんもいらっしゃるわけですよ、うん、正直な議員さんもいて本間さんの選挙区にいらっしゃるあの議員さんのお名前言ってくださいうん<の>みんな大好き桜だれをしたか <laughs> えー五輪担当大臣だった時にですね えー、五輪憲章読んでない。えー、サイバーセキュリティ担当大臣だったときに、U.S.B. の存在を知らない。えー、そんなあの桜田義孝大先生。あ国会で、ねはい、あの穴に入れるやつですよね。はい。あのー、このも,もう連邦さんとかなんかもう連邦ですよとかっていうと、なんかもうこの中もこういうなんかもう意味がわからない人がで出て、ね、えー、<ん>ノルマ三百枚砂漠の大変。 桜田元五輪担当大臣が二回,回派を退会いやお坊さんこれは何なのお前なぜ今退会するのね何なんだろうね <laughs> しかも何か話題になるら、えー、しかもこのタイミングで理由がパーケットさばくの大変なんですよ財政的に厳しくてちょっと在籍してることが難しいからと思って退席しました <laughs> <laughs> いやちょっと待ってって、うん <laughs> いやなななんで今今やんなきゃいけないけ<で><の>しかもなんか具体的にノルマがね300枚あってね売るの大変なんですよって言ってまあ300枚でしょ1枚<ー> 2>, 2万円だから600万円だ、うん、600万円集めるのが大変だって言ってるわけだなえーうん、でまあ、あのー、600万円分のパーティー販売券のノルマが大変です、うん、でしかもですね あのこのパーティー販売券が集められなかったら自腹切らなきゃダメらしいんですよ。うんうん要するに桜田さんが100万円しか集められなかったら残り400万円ぐらいを自腹で払うとうう。うん。いう風に。大丈夫だろう桜田さんならいくらでも持ってあの保険の自爆営業みたいなねあのもんですよ。うん、いやこれがねこのタイミングでこんな風にゲロるっていうのは。 おそらく桜田さんはあのー、このねこのタイミングでちゃんと言えるっていうことはこの人ノルマ全然達成できなかったんですよ、うん、そうだねで裏金,も裏金っていうのはノルマ以上に売った人だけがもらえるものじゃないですかだから桜田さんは売れなかったからあのー、白なんですよ裏を返すとね、うん、だから もういいやもうこのダイビングでもういいもうノルマ大変だから2回は抜けるってこの人は何なん,なんやほんまにこういう正直な人も出てきますああ面白いね、はい、だからやっぱりみんな言ってみんな、ね、何回も言ったけど、うん、桜田さんはねあの喋ってるだけだったら面白いんだけど <laughs> いい人なんだけど無能なしだっよっていう記者がみんないい人なんだけど 仕事はできないやだ, <laughs> だからあのよかったでよ桜吉田義高ねあのパーケン売れたかったからロール巻きついてやめますって正直に言えるんだいやでもだからこれ優秀で駆け上がってる人ほどやばいということですよそ、ねまあそういうことだよねまあそれがねあの万博のねあの万博ちゃんえっとこの文春の記事によると、うん 1>, えー、1位がやっぱり、えー、池田義孝さん。 この人ね桜田漁師さと名前似てんなええー、似てますけど全く違いますねはいなんかあの自民党安倍派のパーケン営業部長 <laughs> で次があのこのなんか大野さん営業成績ナンバー 2, 2>、うん、大野っていう人らしいっすよこの人俺知らねえなー全然知らねえなー、うん、大野なんとかっていうで、えー、この人があのナンバー2で岐阜県の人 で祖父が自民党副総裁、えー、大野さんという人がいて、えー、父は運輸大臣と、うん、で母も元参議院議員と政治家一族サラブレッドおおってことは何あれなのずーっと遡っていくと大野春永とかそっち行っちゃうのいやもうそこまで歴史ネタた今日追いかけない、えー、次は堀井学ぶこれはメダリストですそうかさ、うん、あれ俺どっかで見たなと思ったら、うん、メダリストなんだよ、ね、メダリストです、えー、この人 うん。いやー。そうなのよ。また何とつかまって晩節を怪我すのか、メダリストが。<ー> <laughs> もう橋本の子といい。まあ、も,いいもうなんか6なのおらんな。<笑><笑>橋本、やっぱとつかまっちゃいねえけれどもさ、うん。まあ、だいぶ疑惑がありましたね。いろいろ疑惑はあるけれどさ,さっき言ったのって大野万博だっけ大野春長大野春長か、はいあ。ちなみにあのさっきの大野さんの。 えー、おじいさんがこの王の万博さんという方で、えー、なんかあの、政治は義理と人情だ、猿は木から落ちても猿だが、代議士は選挙も落ちればただの人というあの名言を残された方ですね。しかしまあ、ほんと、このパーケン問題、以外にパーケンやめようよ、もう、裏金とか、もう昭和なんですよ、昭和。 そう、だから、集めた金を一体何に使うのかっていうね。そう買うのとかに使ってたのとか木原誠二なんて違法本番風俗行くのに使ってたとかそういうこと、うん、そうだからねえー、っとなんだっけ先週あ先週じゃねえよこの間の今週その今井さんとの会で今井さんと話したら。 今井さんもいろいろこの政治家のこのほら秘書とかさそういう人たちとつながりがあってさいろいろ話を聞いてるんだけど昔はやっぱり選挙に勝つために金かき集めたとにかく選挙に金がかかるだけど今は政党助成金とかもちゃんとあるしねある程度のお金っていうのは配られてくるんだとなのになんでこんなにかき必死になって金かき集めてるのかっていうのは なんでかっていうともうほんと「永達」っていうとすごくなんかいい言葉ですねうんまあ要するに個人のとにかくなんか買いたいもの要するに車だとか別荘とか土地だとか、うん、とにかくもう自分のためだけに金集めてるうん、うん、すごいね国会議員っていう立場を使って、うん、そう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  <laughs> もうその国家がどうとかさ、地方はあの自分の住んでるところがどうとか、もうそういうのやめてほしい、本当に。えー、<laughs> まあ、というわけで、本日はですね文春法炸裂ということで、えー、まあこの裏金問題はですねパーケン疑惑はもう時代遅れすぎるから、もうやめてほしい。というわけで、うん、え早めにね、もうこれ、もうどんどんあの逮捕されてほしいわ、俺はこの件に関しては。 ぜえ、もうぐちゃぐちゃに、えー、一回やめているぐらいですね。まあ、お給を据えてほしいなと思います。なわけで、今日もドク<う>チャンネル登録といいね、よろしく。そして、わ々わには裏金は全くありませんので、三菱 UFJ 銀行エクション、くつうコーザ4569556に、私と本間さんのですね、今日のご飯代を振り込んでいただけると、大変ありがたいなと思っておりまする。え、ごちらのあの、ホームページに書いてありますので、よろしくお願いいたします。なわけで、今日もドクじゃね。 はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。